皆さんこんにちは、スポーツプロデューサー浦中です。今回は YouTube の特性、そして他のソーシャルメディアの特性を知りですね、効果的にメディア戦略を立てていくということでお話をしていきます。今回このような図を使って少し説明をさせていただきますけれども、メディアには様々なメディアが存在します。皆さん非常に馴染み深いものであればテレビから、今回の YouTube もそうですし、 Twitter、LINE、Facebook、Google+、 そしてブログ、これらも全て、メディアというものになります。要は自分が、情報を発信したい相手に向けて、その自分と情報を発信したい相手のその中間にあたるもの、これがメディアと呼ばれるものになります。で、それぞれに特性というものがありますので、今回その解説をしていきます。で、メディアに関しては大きく2つの軸で考えたらいいと思うんですけれども、1つ目が大きく分けるとマスメディアという特性を持つものとニッチなメディアという特性を持つ、そういう軸がまず1つあります。そしてもう1つがフロー型なのかストック型なのか、こういう大きな違いがあります。で、この2つの軸で考えた場合、それぞれがどこにプロットされるのかというところですが、まずテレビ、こちらはいわゆるマスメディアですよね。フジテレビであるとか TBS とか、そこで配信されるテレビ番組というのはマスメディアになります。じゃあその情報がですね、フロー型なのかストック型なのかというと、これはもうフロー型ですね。リアルタイムにその番組を見るだけになります。ですが、検索しても、例えば何とかの番組っていうのを検索しても、動画は見れるんですね。これは別にここではなくて、基本的には YouTube であったり他の YouTube に似た、媒体がストックをしているだけであって、テレビは、全て非検索型、そしてフロー型の、特性を持つものになります。次に、先ほどお話が出ましたが YouTube、 これに関してはどちらかというとマスメディアの特性を持っており、かつ、情報がストックされるわけですね。試しに何らかの、動画を検索していただくと分かるんですけど、検索結果がそのまま、反映をされると、動画としてアップされているという、特徴がありますので、YouTube はここにまずプロットしています。次にこの3つ、LINE、Facebook、Google+、 こちらはですね、どちらかというとニッチなメディアですね。対象をたくさんの人というよりは、そのメディア内にとどまっている人に情報を流すわけですから、ストック型、フロー型に関してみるとフロー型であると、どんどんタイムライン上に流れていきますし、もうクローズの媒体なので非常にニッチなところであるというのがこの3つ。ちょっとツイッターだけ非常に微妙なところにいるんですけども、今回ちょっと置いといて、次にブログに関してです。ブログはニッチなメディアであると同時に、 YouTube と同じく情報を検索するとこの記事というものが出てくると、そういう特性があります。ですから大きくこういうふうにこの4つにプロットすることができるので、あなたが情報発信をするときに、どこにどういう媒体にどういう情報を載せれば、あなたが届けたい人に情報を届けることができるのかといったところを戦略的に考えて出すことができます。で、今回 YouTube が、このシリーズはメインになってきますので、ここの特徴を考えていただくと分かるんですが、多くの方は割と Facebook 今、すごく流行っているのでやってると思うんですけれども、これっていうのが検索されない、非常にもったいないツールなんですね。ですから私たちは何をしないといけないかというと、多くの人が検索したときに、その人の目に入るような、そういう情報を届けていかなければならないということで、大きくブログと YouTube、 これをこの2つをですね、有効に活用しておけば情報がストックされますので、検索をしたときに引っかかってくる、
かつニッチメディアであるブログとマスメディアである YouTube、 こちらの両方を網羅することによって、多くの方に情報を届けることができると、そういう意味でぜひこの2つまずはやってみていただければなと思います。今回は以上になります。どうもありがとうございました。